では12月17日のフォーラムということで第8回フォーラム今年度第8回フォーラムです毎月1回のフォーラムで第8回それから今回は副タイトルで2011年東日本大震災の危機対応で、えー、通算で9回目ということで今日は水産業それから午後に企業あるいは教育に関して、えー、議論をしてまいります。 水産業は10月に続いて第2回ということで今日2段階目の討論ということを企画しております。で今日の案内ということですけれどもお手元にお配りしておりますファイルの通りです。 プログラム10時15分から遅れておりますけれども水産業と東北ということで講演質疑最初に水産庁漁政部企画課長橋本二郎様においでいただいております。で水産業の復興と今後の水産政策についてお話をいただきます。講演質疑応答を含めて40分ぐらいですけれども前後時間が時間は柔軟にとっております。 それからその後数分休みをいただきましてその後にですね株式会社木ノ屋石巻水産製造部の中村様から木ノ屋石巻水産の震災の経験と行動ということで60分ここは被災の状況それから被災当時の対応を含めてお話をいただけるということです。でその後政策研究大学院 教授の小松先生から水産業復興の視点と行動というまあ、仮の題でいただいておりますということでお手元に資料等をお配りしておりますのでプログラムと照らし合わせながら資料をご確認くださいで予定としては13時までということで午前の部13時まで延長して行いまして討論をいたします で小松先生のお話のあとお三方を中心にですねここで水産業の復興に関して議論を討論形式で行いますとこういう予定です。それから今日の午後14時から15時ここはフリーディスカッションで自由に話をするという時間設定を設けております。 でその後、15時15分から17時は「農業・企業・教育」という仮のタイトルにしておりますけれども株式会社ファミリア代表取締役の島田様をお招きしております。でここではタイトル「災害教育プログラムの可能性」というふうに歌っておりますけれどもその後少し副題が変わりましてお手元の資料にございますように。 震災における支援活動からの奇跡からということで環境福祉防災による復興プロジェクトそれから会社でなされているプロジェクトに関してご説明いただきますということでそういう予定にしておりますでは水産午前の分の水産を始めますそれでは橋本先生よろしくお願いいたします あのお手元にあのお配りしております橋本先生ご紹介あの資料がございます橋本先生のご紹介いたします今日の特別講師としてお招きしております水産庁企画課橋本次郎様です、えー、現在水産庁の企画課長として、えー、水産業全般それからあ東北の復興ということで、えー お話をいただけるというふうに受け止まっておりますではよろしくお願いいたしますただいまご紹介に預かりました水産庁の企画課長の橋本でございます本日はこういう機会を与えていただきましてどうもありがとうございました私は本日あの水産業の復興と今後の水産政策についてと題しまして まずあの震災発生前の時点の日本の漁業の状況と課題そして、震災の被害と復旧・復興その中で将来に向けてどう復興していくかということについてご説明を申し上げたいと思っております。 失礼いたしましたまずあの水産業をめぐる現状と政策展開と題しまして、えー、日本の漁業、それからせ、えー、日本の漁業を取り巻く世界の状況から順にご説明申し上げたいと思います。まずあのー 世界におきましては、ですねこの絵でお示しし,しておりますとおりあの、欧米で健康志向が強まっていると、それから中国等で,すで,です、ね、あの経済発展がどんどん進んでいるということで、世界の,あの水産物消費量が年々増大しているということで、ここにもありますとおり、1961年ごろと比べると、もう2倍ぐらいに増えているという状況でございます。そしてまたあの今年の11月頃にあの人口が70億人を 超えたというような報道あ超えるという予測が出たという報道も出ました通りですねますますあの世界の人口は増加してですね、えー、2040年頃にはあの90億人ぐらいになるんじゃないかという予測もあるようでございます従いましてあのこういった状況を踏まえますと世界のですね水産物の総需要量がですねますます、えー、増加していくということが見込まれるということでございます それれに対して生産でございますけれども左ののの方があ海面の漁業でございます漁業につきましてはですね漁業生産量9000万トン程度ということであそこの近年のところを見ていただければ分かります通り増産の余地のある資源が少なくなってきているということで生産量は9000万トン前後でもう頭打ちになっていると海面については頭打ちになっているという状況でございます。 他方、右側の方は養殖でございますけれども、養殖はもうあの中国があの急激にふあ伸びておりますけれども、えー、まだ中国の方で伸びておりますが、あおそらく、えー、養殖の適地もですね、将来的には限りがあるだろうということで、生産量の増大にも限界があるのではないかというふうに考えているところでございます。 こういった中であの日本でございますけれども日本の状況としましてはあの 排他的経済水域、これ実は1996年に設定しております、ちょうどたまたまあの実は私、水産庁にその頃おりまして、ですね、排他的経済水域法の設定、それとその排他的経済水域のですね、漁業管理、試験的権利と申しますけれども、そういったものあの適用のための法律を制定しておりましたので、私にとっても個人的にもあの思い出深いものがありますけれども、200回り設定したところ、日本の EZ というのは世界で6番目ということで国土面積が世界で61位に対してですね非常にあの大きな排他的経済水域を有しているということでございますそして周辺海域におきましてはですねよく言われておりますけれどもあの親潮黒潮などがぶつかるといったこと自然条件非常に恵まれておりましてですね豊かな漁場が形成されているというふうに非常にあの日本の周辺水域というのは高い潜在力を持って 水域であろうとそしてなおかつあの非常に重要なポイントでありますのは EZ を設定したことで日本が管理できる水域であるということでございます。 生産量はあの日本につきましては世界で5位ということでございまして経済の状況を見ますとです、ね、世界で5位の産業というのは意外に少ないと考えられますので水産業というのは非常に世界に冠たるものであるとかつては世界1位だったんですけど今でも5位ということで非常に大きな産業であるということでございます。 水産で一番あのああ非常に重要なポイン,ポイントの一つというのはあの資源ですね。あの魚でですので 非常に適切な管理をすればあー自ら再生産するとそういった資源でございますので資源管理というものは非常に重要な前提になってくるということでございますがこの表を見ていただきますとおりあの1996年平成8年ですけどこの時200回量設定したとそれ以降あの資源管理のですね法,法律もでき同時にできましてですね資源管理意識が非常に高まっているしあの資源管理の知見もどんどん蓄積してい きているということでございましてこの時点から見ますとですね8、えー、注意以上の資源量を持つ業種が増えてきているということでございます徐々にでございますけれども、えー、増えてきているということでございますただあのー、状況としてはだんだん良くなってきてはいるもの,のですね8、えー、まだ定位の資源状況のものがまだ4割あるということでございます 次にあの日本の漁業生産を経年的に見ますとです、ねえー、これ養殖、沿岸、沖合、遠洋と全部合わせたものが、まあ、あの富士山みたいな感じになっておりますけれども、えー、漁業がです、ねえー、あ失礼しましまた、えー、と漁業生産全体が、えーえー、とこの辺昭和59年頃ですかねが最高でございましたけれども。 えー、現在は減ってきていると減ってきてきいる原因は何かと申しますと実はあの日本が200回流を設定したのはこの頃ですけれども世界で200回流を設定し始めたのは、えー、この頃昭和52年とか3年とかその頃でございますで世界が200回流を設定しますと当然この中で遠洋漁業はですねその漁場から締め出されるとそこの漁場で漁業ができなくなるということになってきますので この頃からえっと遠洋漁業はどんどんあの生産が減ってきているということでございます。ではあの200回以内、おおむね200回以内である沖合漁業はどうかというとあの増えて減っておりますけれども、これはあの主にですね、この。 同じような山を描いています、マ、まあ、イワシですね。イワシのあの資源状況というのは、なかなかあの長期的な変動があってですね見通すことは難しい資源でございますけれども、ほぼこのいわしの資源状況と沖合漁業の生産量は連動して動いているという状況でございます。そして、えー、と沿岸漁業とか、それから、えー、と養殖業につきましては、大体いい安定していると。徐々にあの少しずつ あの減少傾向はありますけど安定しているというような状況であるということでございます。 でではは消費の面はどううかということいいこございます要す要るにあの食べる人がいないととってもあのなかなか使ってもらえないということになりますが非常にあの消費重要でございますんですがえ残念なことにえ魚の消費量というのはですねえあの平成8年頃ピークにしてだんだん減ってきているという状況でございまして。 えー、みあ青いグラフでございます下の方が赤のグラフでございまして肉類の方に、えー、好みが残念ながら移ってきているということで平成18年頃ついにあの肉の方の消費量が逆転してしまったし,しまったと言っちゃいけないんですけど逆転したという状況でございますそれでなおかつあの私の立場で若干気になっておりますのはこちらの表にあります通り 各世代でもですね魚を食べる量が減ってしまっていると、世代ごとに、えー、と左の方にシフトしているというのはあの魚の食べる量が減っていると、それから上の方にシフトしているというのは、あの肉の消費,あ消,費量です、ね、消費量が増えているということでございますけれど、えー、若い世代ではもう明らかにあの魚から肉にシフトしているような状況が見られると、それからもう少しあの年齢が上の世代の方はどちらかというと、魚の消費だけ減って、肉の消費も もう増えていないといったそういったような状況が見られているという状況でございます。 それからもう一つあの、えーと、魚の関係で重要なポイントになりますのは、あの国内の消費だけじゃなくて、輸出でございます。これはの冒頭申しましたとおり、世界のです、ねえー、水産物需要が拡大しているということがバックにありまして、えー、日本の輸出金額というのは、あこの頃から、まあえー、と増加の傾向ということでございます。 えー、22年、これはまさにあの原発の事故がある前あの原発事故によってどういう影響を受けたかというのは後でご説明しますけれども、えーごえー、22年の時には輸出金額が1955億円、えー、約2000億円で。あの 農林水産物、食品全体約5000億円ですがその4割を占めるぐらいの大きなウェイトを持っていたということでございます。それであの水産物の輸出の拡大を目指していたところでございましてあの農林水産物全体としてはです、ね、将来的には1兆円の輸出を目指していたところですけれどもその水産物に関して言いますと、えー、いろいろあのハサップ後でご説明しますけどハサップというです、ね、あの衛生管理の基準等がございますのでそういった いったものをあの満たすことによってですねさらに輸出が促進されていくのではないかと考えられるところでございますあの実は、えー、EU とかアメリカというのはですね国内の流通におきましてもあのハサップが義務付けられておりますので、えー、EU、アメリカに関して、えー、輸出する場合にはあのハサップの認定を受けた工場からでなければ輸出できないということでございますので、えー、それが将来の輸出を伸ばすポイントになるのではないか とということでまた後でご説明いたします。え、こういったあの生産とか消費ですね、そういったものを、をあるいは輸出、そしてまた輸入量でございますけれども、あの輸入量は実はもうご存知の通りですけれども、えー、あの日本の経済の発展、あるいは円高を反映して、ですね非常に輸入量増えてきたと、それ,それがあの最近はですね、えー あの輸入量があの若干減ってあの買い負けとかなんとかっていうような話題も新聞でご覧になったかと思いますけどそう,いったあのそういったことで輸入量が減ってきているそれから、えー、国内の生産量も比較的あの減少傾向であるものも比較的あの安定しているので,です、ね、結果として自給率としてはです、ねえーまあ、昔で言えば昭和39年度はあの絵に書いてある三パり113%ということで国内の,あの需要以上に生産できていたわけですけれども それが減ってきてはいるものの,あのこれは昭和、えー、確かあ平成12年頃ですかね12年頃53%ということでそこに来ましたけどそれ以降は今申しましたとおりあの国内生産が比較的安定している中で輸入量が減ってますので率自体は 上がっていいいるととうことでございますただしこれはあの国内の消費が減る中でですね自給率が高まっているということはあの必ずしもあのそれ自体褒められることではありませんので将来の課題としては消費もできれば拡大や維持拡大していく中で生産をきちっとやった上で自給率を上げていくことができればというふうに考えているところでございます。 それでこういったあの漁業の状況を踏まえてですね、えー 日本におきましてどういった漁業の管理をしているのかということでございますけれどもあの日本はさまざまな魚がいると魚種があるとそれから漁業種類としても非常に多種多様でございますそういったものを踏まえましてですね制度的にはの漁業許可制度ですねあのいわゆるインプットコントロールと言われてますけれどもまずあの漁業する船の席数とかですねあの船の大きさ総トン数とかですねあるいは期間 とかですねそういったものを、えーえー、規制することによって、えー、資源管理をするというのが中心的な方法あ手法でございましてそれからの資源の状況とかそれからあの魚あの状況ですねそれからあと漁業の状況今どういう状況にあるのかといったことを踏まえまして、えー、漁獲可能量制度これはまさにあの先ほど申しました e z を設定した時に同時にあの設定した法律に基づいておりますけど、うん けど、えー、漁獲可能量の年間の,あの上限を設定することによってですね、えー、資源を管理するといったそういった制度をですね組み合わせることによって、えー、制度が成り立っているとそのほかにさらにです、ね、そういった公的な制度のほかに、えー、と漁業者自らがですねあのー、関係する漁業者 がです、ね、約束をした上でです、ね、資源管理をするといったものを自主的な取り組みを含めた上でですね、えで日本の資源管理は成り立っているという状況でございます。 ちょっと若干これはあのあれです、ね、あの専門的というかあれあのになってしまうかもしれませんけれども今あの申しました模試的に示しますと公的規制ですね漁業許可制度等による公的規制のほかに、えー、と漁業者自らがどういうふうに自主的管理をしていくかというものをさらに上乗せした上でえで、ー 国都道府県が資源管理指針というですねどういうふうに管理していくのかという方針を示した上で漁業者の集まりで、えー、資源管理計画を作るということで基本的にそのあの漁種に関してその漁業種類に関してですね漁師に関してあすべての漁業者がですね計画に基づいて資源管理に参画するといったようなあ仕組みを進めているところでございますこれにつきましてはあの国の方でも支援施策を用意してですね えー、後押しをしていることですけどそれは二重の意味がございまして、えー、後押しするのとそれからあの国の予算が入るということでですね、えー、資源管理というのは守らなければあ要するに予算を使うことが当然ですからのことですけど許されないということで輸入、えー、者にとって促進の面もあるしあのきちんとした資源管理をお維持するための何て言いますかね。バックあの、 裏付けというふうなものになっているということでございますそれで a、えー、どういったあの政策でバックアップしているかというと資源管理業所得保障対策ということであの対策の名前言っておりますけど基本的にあのどういうことが大事かと言いますとギュあの 漁業に関しては、ですね、あのここの図でちょっと見分かりにくいかもしれませんけれども、漁業の収入が毎年、非常にあの変動が大きいという、もう要するに、いわゆる海の状況とか、そういったものがあって、ですね、あの毎年とあの魚が取れる量っていうのはう大幅に変わりますし、それからそれに応じて漁化、漁価も大きく変わりうるということがありますので、そういった変動をできるだけ慣らしてあげるということで、経営が安定するということが一 点ございます。その他に。 もう一つはあのこれもえっと漁業だけじゃなくても大変な影響をどの業界も受けているし、えそれからあの一般の市民も影響を受けているかと思いますけれども、あの漁業で言えば燃油価格ですね、船を動かすための燃油の価格がこれほど激しく変動しているということでございます。これを何とかあの変動の影響を緩和するということが必要とそれ,それによって経営を安定させると、その経営を安定させるというあの保証があればですね、漁業 業者の方もであの安心して漁業にいそしめるということでそういったものを政策として、えー、資源管理をやる人たちのです、ね、バックアップの政策として用意しているということでございますえちなみにあの原油価格について言いますとですねあ燃油価格について言いますと,、えー、と平成20年頃ものすごくあの高騰したということでこの時にはあのもう創業に出られないぐらいということで自主的にあの創業をやめたというような 아아 uh... えと漁業種類も出てきたたぐらいいすごかった時でございますそれからあと実はあの今年もですね、えー、と非常に高かったんですがたまたまあの、えー、と超円高だったので、えー、とこのぐらいのお国内価格これでも相当厳しかったんですけどそういうことだったとこれで円ドルのレートが、えー、とこの時代と同じぐらいであればですね実はこの山っていうのはあのこのことほぼ同じぐらいの山だったというぐらい えー、激しい、あのー、乱高下をしているという状況でございます。えっ、ー、と、次の、あのー、紙で示しました通り、あの、上の方で所得がですね。えー、変動するものについて共済と活用しましてですね。あのー、ええー。 ちょょっと見にくいでしょうかあの消毒、えー、収入が落ち込んだところをです、ね、補填するような仕組みと資源管理計画に参加している人はあの入れるような仕組みということでございます、それから他方、あのコスト対策としては一定の算式で基準価格を決めて、えー、燃油とかがあまりにも高騰したときにはです、ね、その影響を緩和するような補填をしているとそういった仕組みでございます。 それからもう一つあの、漁業の経営の安定で、えー、見ておく必要がありますのは、えー、漁業者あがです、ね、あの年々減っておりまして平成21年で21万人ぐらいそれから平均年齢がやっぱり高くなっているということで56.2歳ということでございます。それから新規就業者数が21年でこれでも増えている方ですけど、まあ、2000人ぐらいということですんで。 えー、こういったあのー、漁業関係のですね生産構造はの健全に維持していく必要がある状況でございますそれからあと人の話だけではなく実はあのー 船も高洗礼化といいますかですねあの経営状況が厳しいというものを背景にしてなかなか船をあの更新できない大船建造できないままにですねあの古い船を使って漁業を続けているというようなことで非常に。あの 船の年齢も高くなっているということで将来の牛乳を考えた場合にはあのこういったものについてできるだけあの台船を促進しましてです、ね、新しく性能のいい船それからコストもかからない船をです、ね、導入していくというのは1つの課題になっているということでございます。 そういった状況を踏まえましてですねあのいろいろ政府として、えー、取り組んでいることでございますけれどもあの収益を重視したですね生産体,系体制の転換を促進する促すということでございますそれで、えー、さらにあの国際競争力のある漁業系を図っていくということでございまして漁船の,あの関係で言いますと生産面でございますけれども、えー、船団数ですねあの船一家島といいますか グループで行ってて漁獲してきますけれれどもそれを従来ですね4隻でやっていたものをですね、えー、船の数を減らしてそうすると魚を取る量としては同じか多分それより少ない量になりますけれどもコストが大幅に下がりますのでそうすると収益は上がると収益が上がればさらにあのなんて言いますかい,い方の回転で船もた更新できるというようなことが促されますのでそういったことで土牛魚をさらにあの 先進的なものにしていけないかということで、えー、取り組みが始まっているものでございますでこの時合わせて競争力を高めるということで市場の方もですねあの計画を立て いる時にあの関係者も入っていただいて、ですね漁業者、それから市場関係者等々あの、えーえー、で計画を立てて、えー、新しいタイプですねのものを作っていくということでございます。市場の関係で言えば、例えば市場統合をするとか、ですね先ほど申しました EU に輸出するためにあのハサップに対応した市場にする、あるいは加工場にするといった、そういった整備をですね地域が一体となってですね進めていくと、そういったことをあの進めているところでございます。 それからあの人の,あの対策としては、えー、と就業支援策としてですねあの、業界の指定のほか、そのほかあの全くあの、の何て言いますか、漁業と関係ないところからでもで,ですね、漁業に入れるような施策を用意していると。それから また、えー、若い人あるいは女性グループにですね、あのいろいろ話し合っていただいてです、ね、あの地域の漁業あるいは加工のです、ね、中核となる人材を育成していくといったことを取り組んでいるところでございます。 それからもうちょっとだけ触れさせていただきたいんですけど、あの漁業の経営に関しては、ですね、あの生産が不安定であるといったことから、信用力、担保力がやっぱりあの低いということでございますので、一般金融ではなかなか大変ということで、いわゆる系統資金と言われております、あの農林、中金とか、あ新漁業漁協が融資するです、ね、資金というのも活用されているというのをご紹介させていただきたいと思います。 それからもう1つ、非常にあの重要なポイントでございましてあの今回の震災の時でもつくづくあの水産物の加工・流通というのは大事だということをあの認識したわけでございますけれどもあの漁業というのはまさにあの取るところだけで成り立っているのではなくて加工あるいは流通の人と協力してですね消費者のところに届いて初めてあの成り立つんだということでございますその流通、加工・流通の状況でございますけれども。 ちょっとこれをこの表を見ていただきたいんですがこの農産物の場合ですねあの生産者の受け取り手取りがですね45%弱44.7%というのに対してこれはあの私も最初見たとちょっとびっくりしたんですけれども生産者の手取り部分がですね28%とすごく低いんですこれはなぜかと申しますとあの 農産物の場合というのは、収穫した後にあに、えー、消費地市場を経由して、1段階の,あの流通であるということでございますけれども、水産物の場合は大量に上がるということで、一度にあの大量のものを、それから多種多様なものをあの裁かなければならないということ、それから鮮度という非常に大きなポイントもありますので、 えー、産地卸売市場とそれから消費地市場ですねこの2段階の市場を経由しているというのが主流でございますこういったことからですね総じて流通コストが高くなっているということでございますのでこういったこともあの将来的にはですね、えー、いろいろ考えていく必要があるのかなということでございます それで次にあの消費者がではの水産物に対してどういうあの意識を持っているのか、最近あの消費が減ってきているということをご紹介いたしましたけれども、意識としてはどうかということで言いますと、農水省で取ったアンケートですけれども、やっぱりあの魚ですので鮮度がやっぱり最大のポイントということで、ございま,すまあ当然だと思いますけれども、そのほかに、やはり最近はの安全安心ということが非常にあの重要になってきているということでございまして、 え基本的にはやっぱりあの消費者のですねこういったニーズに応えるようなですね流通をする必要があると供給する必要があるということでございますので生産や加工の過程で,ですねあのえきちんと管理するということでえ国内流通についても当然ですけどそれその他に何回も繰り返してますが輸出に取り組むためにですねハサップというのは非常に重要になっているという状況でございます。 あのハザードアナリシス・エンド・クリティカル・コントロール・ポイントということで原料から採取税品に至るまでの各工程で,です、ね、あのポイントポイントで予想される危険をです、ね、あらかじめ分析するとそれでそこのところで、えー、危険を除去するという措置を取ってです、ねえー、そこを経て作られたものはあ安全であろうというそういったああの欧米の考え方でございます。 こういったものを踏まえてあの 水産物の加工流通対策としてですねあの品質衛生管理体制の構築等々ですね水産庁でも取り組んできたということでございますけど、まあ、主たるものとしてやっぱりあのハサップですね認定を受けた工場があのどんどん増えていくということが重要ではないかなというふうに思っておりますもちろんあの消費を考えた面から言えばあの今まで使われてなかったつあのものあ使い方をするとかですねそういったものも重要になってくると思って おりますそしてこういった状況を踏まえてあ、踏まえてと言いますか、こういった中で、ですね東日本大震災が発生したわけでございます。 これで、えー、あの全国の漁業生産量の,あの5割を占めている7道県ということで北海道あのあ青で示しておりますけれども北海道、青森、岩手、宮城、福島茨城、千葉などを中心にものすごく広範な地域で大きな被害を受けたということでございますで7道県の漁船ではです、ねえー、2万5000隻が被災していると。 保険管理、あの漁船の場合漁船保険というのがあって、保険加入が5万1千隻あるようですけどあの、その半分ですね、七道県。特にあの岩手、宮城ではもう本当にほぼ壊滅的な状況だったということでございます。それから漁港について、七道県、319漁港が被災したと、730のうちも319のようですけども、 被害額が8000億円を超えていると、それで岩手、宮城などは岩手は111戸のうち108を被災したと、それから宮城は142戸のうち142全部が被災したという状況だそうでございます、それから当然のことながら漁港に隣接する大半の市場が被災していると。前回の市場も 22あるということでございますそれから加工施設につきましてもものすごい数のですねあの日、えー、ところが被害を受けているということでございますそれから被害額も膨大になっているとそれから養殖についてもですね非常にあの大きな被害が出ておりますこれはもうあのものすごう大きい額ですけどさらにあの えとなんて言いますかあ、被害状況の把握が進めばですねさらに大きくなるかもしれないといった数字でございます。ちょっとあのくり繰り返しの部分もありますけど、養殖施設の被害っていうのは1300億円ですね、養殖物も含む、それから含めですけど、被災地であのー、わかめとかカキとかですね、こういったものが被災地中心に。あのー 作ってたわけですけどもこういったものの被害があの特に甚大であったということでございますそれからもう一つ今回の震災でものすごくあの大きな影響があったものの一つにあの原発の事故がございます えとあのー、東京電力の,あの福島第一原発の事故で,です、ね、ご存知のとおり放射性物質が大量に放出されたということで、えー、複数の水産物からです、ねあのー、暫定規制値を超える放射性物質が検出されたということでございます結果として政府によりまして出荷制限あるいは摂取制限をしするとかそれから、あのー、関係する漁業団体におきましては操業自粛をされていると。 いいいうこととで非常にに厳しい状況になっているとそれでえ実はの国内でも相当風評被害が発生しておりますであの全然あの影響がないところの,です、ね、あの水産物の価格まで下がってしまったといった影響も出たとそれから輸出につきましてはまさにあのこれから伸ばしていこうと思った輸出でございますけれども。 各国の方が非常にあのやっぱり気にしてましてですね。えー、あの輸出が非常にあの難しくなって、もちろんこちらの方で説明はしているところですけれども、例えば放射性物質の 検査証明書をです、ね、添付しなければ輸,入を輸出を認めないといったようになっているということで今までいらなかった放射性物質の検査の,です、ね、あの証明まで要するにコストとそれから時間がかかるという状況になっているということでございます。 こういったあの大震災に対して政府がどう水産庁どう対応したかということを整理したのが次のページでございましてまず第1ステップとにかく応急の対応ということでとにかく、えー 被災者の生活を確保するということで支援物資をですね供給するとにかくもの食べ物が足りないそれから飲む水が足りないといった非常にあの危機的な状況でしたのでそれに関してはもちろん政府としてえあの全体として取り組んで物の流通については防衛省にも頑張ってもらったほかにあの実は水産庁もですね漁業取締り船というあの普段はあの漁業がの違法な操業がないかどうか取り締まっている船もあるんです。 けれどもそういったものも活用してですね現地にあの物資を運んだとただ、その時にあの接岸するあの岸壁自体もやられているもんですから船自体がつけられないということであの小型のあの船を用意してですねもう手作業でそうやって運んだといったそういったギリギリの対応をしたということでございます。それから 第2ステップとしましてはあの当面の復旧対策としてとにかくあのできるだけ早く制御再開できる人には再開していただこうということで漁業再開に、えー、必要なものをです、ね、あの手当てするということで、えー、漁船とか漁具とか養殖施設等です、ね、復旧できるものをとにかく復旧しようとそれから産地市場とかそれから水産加工施設等の再建実はあの先ほども申しましたけれど あの漁港がないと船が出られないし戻れないということで漁港を復旧しなければとにかく漁が全くできないとそれから漁港が復旧しても今度は船がなければ取りに行けないということでございます。 ただそれで復旧したらそれで済むかというとそうではなくて行って取ってきてもです、ね、市場で扱えなければ加工ができなければ結局は取ってきてもどうしようもないという状況でございます。ということで産地市場とかです、ね、水産加護施設をとにかくあの応急的にでもいいから仮設でもいいからできるだけ早くあの再建しようということで取り組んでおります。 そして、えー、これが一刻も早い制業の再開ということでございますがその後、第3ステップとしてですね、あのー、政府としてもあの東日本大震災からの復興の基本方針というものを作りましてですね、それから水産庁としては水産復興マスタープランというですね、あのー、水産復興に関して国や地方が講じる個々の具体的施策の指針をですね、えー、として全体的な方向を示したプランを6月28日に策定しまして、えー、その方 方向に沿ってですねそして、えー、地元の方々の意見もですねいろいろあの十分にですね、えー、踏まえ意見ご意見を伺いながらですね復興を推進していくというような考え方に基づいてやっているところでございますそれですその水産復興マスタープランでございますけれども、えー、6月にあの発表した時点ではあの上のところで被害額が1兆円超えると書いておりますが今現在であの判明しているのは1兆2000億を超えております この時点でも1兆円超えてたわけですけれどもあの、えー、東日本大震災によりましてですね甚大なあの被害を受けた地域というのはあの全国屈指のです、ね、豊かな行事に恵まれているということで、えー、水産物供給にあの大きな役割を果たすとそれから、あとこれはよく言われるんですけれどもあのそこだけじゃなくて他の地域の水産業も支え,支えられてきたというような。あ あの相互にあの関連している位置づけだったということがもうあの明らかになっています。そういったあの我が国の水産業においてですね非常に重要な位置づけを持っている地域でございますので。 あの被災地域のですね水産業の早期復興ということがですね地域経済あるいは生活基盤のですね復興に直結するだけでなくてそれもちろん大事なことですそれがその他にあに国民に対するですね水産物の安定供給将来の,あの水産業にとってですね非常に重要な課題であるということで。 一刻も早い制御の再開、それから被災地で営まれております、あの多種多様なです漁、ね、業の特色、あるいは被災状況に応じまして、あるいは、えー、加工・流通をはじめとした関連分野とのですね一体的な再建、とにかくこの一体的な再建というのはいかに大事かというのを痛感したわけですけれども、それを目指しましてですね。そして 将来のことを考えればですね、新たな食料基地となるべきということで、本格的な復興の取り組みを推進するということで、やっているわけでございます。 それをあの関連的に言いますと漁港、それから漁場そら漁、それから漁船、それから養殖栽培もそうですし水産加工、流通ですね、これを一体的に復旧することによって初めて復興といえるのではないかというふうに考えているところでございます。で将来の姿としては、できれば、ああの 今までの単なるです、ね、元に戻るということではなだけではなくで,す、ね、できればあの将来の食料生産基地としていろんなあの将来を見据えたです、ね、復興ができればというあのイメージの絵でございます。 えー、そのためにですねあのー、国としましては、類似の補正予算を成立させておりまして、えー、一時補正、あちょっとあのー、事業名が並んでるので分かりにくいかもしれませんけれども、一時補正予算としては、例えば共同利用漁船とか、それから養殖施設の早期復旧ですね、それから、えーあの 共同利用施設ということであの市場で,市場で市場で使っているようなですねあのものも例えばフォークリ,ストとリフトとか簡易の冷蔵庫あるいは製氷施設とかですねそういったとにかくあ漁業務で氷大事でございますのでそういったものを作るそれから漁港するといったものを復旧するとそれから3次補正の方ではですね、えー えー、まさにあの今後見据えたです、ねえー、復興ということで、えー、加工流通関係でいえば、例えばあの、えー、市場全体で考えて、HACCP、えー、にです、ね、対応したようなです、ね、加工流通施設を作っていくと,といった将来を見据えた復興。 それからあの漁船で言いますとさっきあの船団数を縮小して近代的な漁船あの漁業体系って言いましたけどそういったものをですね、えー あの漁船の,です、ね、あの建造といいますか、そういあの戻すときに、そういったものを考えてです、ねえー、新たな復興に進,んで進めていきたいというふうに考えております。ここではあの早期の漁業再開とだけ書いてありますけどこれは3次補正も含めまして考えれば、えー、再開というだけでなく、将来を見据えたです、ね、復興に、えー、進んでいきたいというふうに考えているところでございます。 実際にあの地域でどうなっているかあということでございますけれどもあの、えー、岩手県の宮古市の例ですけど被災直後も,もう実はこう、えー、と市場、完全に水をかぶってです、ね、もう完全にやられたという状況ですけれども、えー、地元の人たちは頑張ってと1か月で,です、ね、仮設の市場を再開したと4月11日再開したということでございます。 いいろいろ地元の人に聞いてみますとあの1ヶ月で再開して、えー、魚が上がると魚が上がって流通するということでですねあの、活気がやっぱり出てきたとまさにあの水産業ですので、えー、取ってきて、えー、流通させてそれで元気が出てくるということでございましてこの早期復旧ものすごく大変だったと思うんですけど頑張って。 皆さん頑張っておられたあそれから予算でもあの後押ししておりますけれどもそういったことでです、ねえー、10月にはあのこれ私もこの数字を見てびっくりしたんですけど、えー、と被災前の,あの月、えー、前年10月ですか、ね、に比べて7割まで、えー、水揚げ高が戻ったということでこれはすごいことではないかなと思っております。こういったあの現場の努力でですね町も徐々にあの <laughs> えと活気が出てきているという勢いがついてきているということではないかと思います。それからあの岩手県のあの釜石市の例でございますけれども、えー、8月に仮設であの市場業務を再開したということで、えー、あの非常に元気が出てきているということでございます。それで えー、あここにも書いてありますけど水揚げが再開したことで浜全体にですね活気が戻ってきているということでございますとにかくあの,のが動くということが非常にいかに大事かということをあの、えー、思っているところでございますそれから、えー、と宮城県の例で言いますとカキの,の養殖生産の再開とあの写真でもございますとおり。 被災直後あの、もうこんな状況でしたけど頑張って復旧してですね、えー、種牡蠣の飼育とかあー始めましてですね、本格的な養殖に向けて施設を整備し始めているというような状況でございます。それからあと、うん えー、漁業者あるいは、あの加工流通のか方々の努力だけではなくあの消費者の方々もです、ね、被災地応援フェアということで,です、ね、非常にあの温かいあの応援をしていただいてましてです、ね、あの最初、私もそうでしたけれどもあのとにかくやっぱり大変だということであの国,内国全体で自粛ムードが広がっていたんですけど自粛しちゃうとです、ね、せっかく水揚げしても消費していた,いただけなければあの。 なかなか漁業というのは回っていかないということでとにかく食べて応援しようというキャッチフレーズのもとで,です、ね、いろいろな取り組みをやっているということでございます水産関係でも応援フェアとしてです、ね、やって非常に消費者の方々の共感を得ているというような状況でございますそして首都圏はじめです、ね、各地でとにかく応援フェアというのも実施されて非常にありがたいことだと考えております。 以上の状況でございまして結局あの、えー、大震災が発生する前のあの水産業における課題というのは。 なんて言いますか資源の問題それから、えー、漁船の問題人の問題そ経営の安定の問題それから流通加工の問題それから国際的な対応といったものがあったわけですけど、えー、震災を受けて、えー、まさにそういったものを目指して震災の被災を乗り越えるというさらに大きなあの 対応が必要になったわけですけどこの際ですねあの新たな出発の機会でありますので今までの課題を踏まえて将来に向けたですね水産業の復興を目指したいというのが私たちの考えでございます以上あのご説明をさせていただきましたどうもありがとうございますどうもありがとうございます それでは、えー、質疑応答に入りますこのあと後半の方に討議の時間をまとめて取っておりますのでこの段階では多少技術的な話でありますとかこの段階で明確にしておきたいというそういう質問を中心に受けたまわります。いかかがでしょうか えー、どうもありがとうございました非常に明快なご説明であのちょっと細かい質問で恐縮でございますが私あの学生の頃ですね南米の,あのチリとペルーをあの太平洋岸を歩いてましたもんで漁業も見てたんですがそって見てますと生産高今も非常に高いと多分ペルーはイワシだと思うんですけどねあのチリは、はい 大地震もございましたしサンチャオ君のそばの,あのバルパライスの南港から南の方がです、ね、どうも日本の三陸に似たようなだんだんあの南極に近づくにつれて、えー、漁業環境にあるかと思うんですがなんかその教訓みたいなものが終わりかどうかとそれからあのもう一つあのハサップの問題でですね 対応で、まあ、の苦労されているような感じでございますが、えー、何が現状、一番のですか、ねえー、課題といいますかボトルネックになったのかその2点についてお聞かせいただければと思います。 えとまずあのハサップの方から申しますとあのハサップに関しては、えー、と EU、アメリカがそれぞれ、えーじあのーえー、自国の基準というのを定めていますので衛生管理基準ですねそ,、あのー、そういったものに対応した工場をあの整備するというのが、まあ、あの加工工場で言えば大事なわけですけれども、あのー、現時点でそれを満たしている工場が少ない状況にございますそんなに多くないという状況にありますので それを満たす工場に変えていくためにはやっぱりコストがかかるということだと思います。そしてて、えー、コストをかけて、あのー まで輸出するということにメリットがあるかどうかということであになるわけですけれどもあの将来的なことを考えればですねあのやっぱりそういうのを整備してですね、えー、どんどん輸出していけるということで漁業が活性化すると思いますのでそこはあの生産者だけじゃなくて加工関係の人の理解も得てですねできればあの進めていければと思いますそして特にあの今回あのやはり加工施設等々を被災して新たに作るという状況、まあ、これは大変なことではあるんです んですけれどもそういう機会になったのであればですねあの国も後押ししますんでですねこの際、あのそういった EU の厳しい基準アメリカの基準を満たしたですね加工場を整備して市場も含めてそうですけどもあの整備した上でですね再生を図っていただければなというのが我々の希望でございます。 えっと南米のほの漁業についてあの私もちょっと知見がございませんしあの,こあの今回の,あの被災の教訓 ということで言うとですねまさにあの地震に関しても津波に関してもその時々どんなことが起きるか全くわからないという状況ですので何ともお答えしづらいものがございますねちょっとそこはご容赦いただければと思いますただあの大事なのはあのえっと被災直後に関して言えばえっととにかく物資の補給ですねそのラインをあのきちんと確保することによってあの人の命をつなげるっていうことだと思いますので今回はあの冒頭申しま けどえっ、ー、と防衛省、それから実は米軍にもものすごく活躍していただいたしあの水産庁の取締役とかもあのえっ、ー、と一生懸命あの現地にあのとにかく必死で物を届けるということがありましたのでそういったものをです、ね、もしあの事前に考えておけるのであればですねあらかじめこういった時にはこういった対応をするといったものをですね考えておければその方がいいのではないかなと思っております。はい 私から質問ですけれども、国の政策で被害で1兆円というのを推計しましたということですけれども、国と都道府県と市町村で,です、ね、被害をどういうふうに推計する方法があって、どの程度確かなのかなという部分ですね、が一つございますが、それから例えば、それから放射性物質の風評被害ということが起きているということは、 ご指摘があったんですけどもそれによってだいたいどの程度売上額が落ちてるとか価格は落ちてるとかそういう情報をどういうふうに水産庁はですね情報を収集して風評被害の推計額を出すのかというそういう技術的なことをちょっと。 えっと、被害額につきましては、えっ、ー、と、これは、えー、各都道府県を経由して、市町村の方、地方自治体の方でですね、被害額を計算しまして、それを集計して、えー、ご報告いただいているということでございます。それで、あの、水産の関係ですと、あの、えー 海の関係でございますんであので、例えば漁船で沈没したとか養殖施設があの沈んでしまったとか、ですね、そういったもので、被害額をあの推計するのが結構あの相当大変でございますので、実は6月の時点で、先ほど申しました通り1兆円を超えるといってたのが、その後の、さらに被害が新たに判明してです、ね、すでに今、1兆2400億を超えていたと思います。そういいったた状況にになりますので、でとにかく現地で把握したのを情報をいただいて でえー、あの被害額として、えー、やっているということでございます。それからあと 市町,ね、市町村、ですね市町村そこであのやっぱり被害額をあの見ませんとなんともあのできませんので市町村中心でございますそれからあと、えー、風評被害についてでございますけれど許可が下がっているとかですねあの影響についてはあの市場の動向を見まして、えー、それは把握いたしておりますそれで風評被害における影響額というのは当、えー、方ではあの計算はしておりません実際問題としてはあの えー、風評被害についてはあの現実にあのそれは起きているということについてあの当然のことながらあ原因を発生させた東京電力の方にですね各漁業者、漁業者団体辻ですけれどもあの被害額を。 申請しまして、ですね、えー、と保証を受けておりますので、えー、各漁業者、漁業者団体が計算して、えー、額は出しているということでございます。 すみませんあの遅れてきたのでもしお話になっていたら申し訳ないんですけれども漁業という領域はどのような階層文化が中で進んでいるのかということに関して少し教えていただきたいんですがつまり製造業の場合でしたら大企業中,中小企業というふうにある程度イメージは湧くんですけれども漁業の場合にはどういうふうな例えば収入別に見た場合に人々の分,分散があってでそれで収入の高い漁民とそれから低い漁民との間にどの程度 どのように変化していてでそれでそれはその漁業のなり手が少ないという事実とどのように関係しているのかということに関して少し教えていただきたいんですが。 えっとすいません、えっと、漁業の,あの生産構造から言いますとですね一般的にはやっぱりあの高齢化の傾向がやっぱり高いということでございます一般的傾向としましてはそれで特にあの沿岸漁業とそれからあと沖合、あるいは沿用と比べますとですね沖合沿用よりも沿岸漁業の方が小規模で、えー、かつ年齢が高いという傾向があると思います。 あの所得に関して言いますと、全般的にはですね、あの炭の産業に比べて現時点でえ低い状況でございます。やっぱりそのあの儲かるものであるという状況。 をですね作っていくことをしていかないとですねやっぱり若い人があのいっぱい入ってくる状況につなげていくことはできないんじゃないかなということでございますのでそういう意味でもあの儲かっていく儲かる漁業をです、ねえー、目指すということでございます。それで、えー、とすいません、えー 漁業生産人口の中でのですね所得の階層分布については今日、ちょっと資料を持ってきておりませんのでちょっと不正確な話をしてもまずいと思います、ね、全体的にはあの他の産業に比べて一般的に低いということだけちょっと今日は申し上げておきたいと思います。 すみませんあのズバリお伺いしたいんですが、えー、と今回の津波の被害で、えーとえー、と宮城県の石巻と、えー気,仙沼えー、気仙沼がかなりあの甚大な被害を受けておりますが、えー、と国としてはどのくらいのです、ね、どの程度の,その復旧をお考えていらっしゃるのか、えー、お聞かせください。 えとご指摘のとおりあの宮城県もものすごく大きな被害を受けたところでございますそ,その辺りにつきましては中村様の方でです、ね、あの実態に即してご説明いただけるかと思っておりますけれどもあの国としてはあまさに元に戻す以上にです、ねえー、と次の時代を見据えたです、ね、あの生産体制にするような復興を考えているということで、うん、元に戻す以上の,です、ね、あのものにできないかということを考えております。 ありがとうございますあの今、元に戻す以上と言われたのでちょっとあ,のあえてご質問させていただきたいんですがあの先ほどあの先生のお話ですと世界の漁業量というのは今、9000万トンでサチュレートしていますよね。うん で今、9000万トンですらなんかサステナブルでないと言われていると思うんですがまず第一点は先生からご覧でどのぐらい世界の漁業量ではこれから期待できるのかということが一つとそれは日本があの復興以上にいっ,ったときに本当にそれだけできる,ると思ですかというのが2番目はです、ね、今、日本のいわゆる魚のですか消費量からいけば世界の平均の倍近くですよね。 世界がそういう増えてあのいわゆる消費量が増えてきたときに一体そのサステナブルの観点とどう折り合いをつけるのかという話3番目はですね日本の e z は今447万平方キロメートルありますよねそれから見たら潜在的な漁業量って一体どのぐらいあるのかと潜在的な漁業量ですね日本の e z から見ましてですねそういう点が多分その日本がこれからその こうう超えてさらにいくとのね潜在力だと思うんですこれは量の面ですね。あと後ほど多分パネリストの中で話があると思うんですがあのまあ日本が量を目指すか質を目指すかって時に個人的にはいつも質と思ってるんですがその質の面で日本の漁業というのはその海外に比べて競争力あるものがあるものがある技術があるのかというその点も後ほどお話しいただけというんでそういうような点の観点からお話しいただければ。 復興を超えていくのがいいのかという話題につながると思ったのでそれであえて質問させていただきました。 えっと世界の漁業生産量につきましてはあのう九千万トンでですねほぼあの海面はあた海,海面魚は頭打ちっていうことですがこの傾向は多分変わらないと思います、ね、あの私も専門家じゃないんであのあれですけどおそらくそんなに期待はできないと思いますそれに対してあの日本の漁業ですけれどもあの今あ先ほど申しましたように営業漁業は縮小しておりますけれどもあの沖合漁業それから沿岸漁業っていうのは基本的には日本の二百海里以内でそう すすすするのも中心ででででございいいままそういう意味で言いますとですね日本の200回離というのはまさにあの主権的権利を行使できる要するに日本が自ら管理できる水域でございますのでそこをきちんと管理することによって資源量の回復っていうのはあの期待できると思いますそういうふうにあ足したような業種についてきちんとあの資源量を管理することによって、えー、維持するだけじゃなくて増大もあのものすごくよく管理すれば増大 増大も期待できますので、そういった意味で日本の漁業の潜在力っていうのはあの十分あると考えております。そしてそういった場合にあの日本の漁業ですけど、流通も含めて、実はあの技術的には日本は非常に高いわけでございまして。輪島の海外で生産あ生活しておりました。けれど。 刺身で食べられるようなですね魚の流通できるのは多分あの日本ぐらいなんですよね、あの他のところではまあ,あのそんなに食べる習慣もない、あのもちろん最近はあの寿司ブームっていうのがあってそういうのはありますけれど一般的に言えば日本の流通っていうのはあのきちんとやればもうあの世界の最高水準でございますのでそういったものも活用しただし、あの加工面でですね例えば先ほど何度も繰り返してますがハサップっていう考え方っていうのは、やっぱり欧米の考え方で日本は、あのまあ それ取ってきてなかったので、そういった対応はできていないのが結構多いということで、そういった対応まで踏まえてやればですね。さらに、あのー、輸出ということにもあの向かって生きるのではないかなと思っております。えっ、ー、とご質問すいません。ちょっとまとめてお答えしたというような感じになりましたけど。はい。はい、だけではなくて、こ興を超えるって。時に本当にその潜在力があるのかどうか。か その潜在力を生かせるのかとか、そういう点でお話を伺いたかったので、そちらのキーワードだけ申し上げますういう。はいはい。そういう意味で言えば、あの資源管理をきちんとやることによって、あるいは加工流出体制を整備することによってですね、あの日本としてはあの潜在力を持っているというふうに考えております。はい、ありがとうございます。それではあのよろしいでしょうか。 一つ簡単にお伺いしたいんですけれども、公共財的な意味での海というものを考えて、で他国、特に中国であるとか、その他の国々に対して乱獲関連のなんかや取り決めをするとか、あるいは忠告をするとか、そういった動きというのは、過去に日本政府にはどの程度あったんでしょうか。 えっと世界での漁業管理という意味ではですね、あのマグロ例えばマグロで言えばですね、地域漁業管理機関というのがあってそういうところであの一応議論しておりますし、えっと日韓日中の関係でもあのいろいろあの話し合いは続けているという状況でございます。ただし、あの後悔要するに200回の外になりますとですね、あの日本があのこうすると言って決められるということではなくて で話し合いが前提になりますので管理という観点から言えばいや200回以内のですね公的管理とその外っていうのはおのずとですねやっぱりあの違う体制になってしまうということだと思います。ではあのどうもありがとうございました。一旦お休みいただいて、えー、次のスピーカーでまた最後に討論ということでお願いを申し上げます。どうもありがとうございました。 Thank you.